方、巨人若林、緊急入院。3日、巨人は2日に出場選手登録から抹消されていた若林学人選手が大阪府内の病院で自然気胸と診断され、入院治療を受けていると発表した。自然気胸とは、肺の表面から空気が漏れ胸腔内に空気が溜まり肺が縮む病気だ。気胸の中で最も多く、若い男性によく起こる病気として知られている。退院後はジャイアンツ球場でリハビリを開始する。若林は6月24日に松原聖弥外野手との交換トレードで西武から加入。7月21日の中日戦で移籍後初本塁打を放ち、プロ野球史上9人目のセパリオリーグでの同一シーズン本塁打をマークしていたが、痛恨の離脱となってしまった。これに対してネット上では心配の声が多く上がっている。この時期に離脱痛いな、59ユニベンチに飾って全員で優勝するぞ。いい感じに活躍できてたのに。最終盤に戻れるかわからんけど無理せず直してくれ。気胸って気圧の変化点的だからな、こっから台風多いし心配。気胸息しにくいし辛いからな、ゆっくり直してくれ。突然の降格はそういうことだったのか、これはしょうがないな。トレードに病気に災難だな、来年からしっかり頑張ろう。なんぜ今 Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。